皆さん、こんにちは。未だ純朴な好青年の雰囲気を持ちながら、東北なまりにどこか哀愁も感じさせる新沼謙治さん。趣味のバドミントンで負けず嫌いの一面を見せたり、好きな女性のタイプは年上のお姉様と発言したりするなど、一見つかみどころのない性格に迫っていこうと思います。またレース鳩の世界では有名人だそうですが、愛鳩家としての顔にも注目したいと思います。新沼謙治さんは1956年2月27日生まれ、岩手県大船渡市の出身です。1975年のスター誕生、決戦大会で五木ひろしさんの持ち歌を歌って合格し、男性では史上最多となる17社のプロダクションからオファーされた新沼謙治さん。翌年の2枚目のシングル「嫁に来ないか」が空前のヒットとなり、新人賞を総なめにしたほか、 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たします。デビュー時のキャッチフレーズは気持ちよく悲しい男でした。温かみと哀愁の両方がにじみ出た歌声には、名作詞家の阿久悠さんも、これほど気持ちよくまた悲しく歌える歌手はいないと称賛を送ったほどでした。1976年のデビューからすでに44年経っており、もはや大ベテランの新沼謙治さん、選ぶったところのない謙虚な人柄に好感度は高いようです。ネット上にも悪評は一切見られません。素朴で親しみやすい雰囲気があるせいか、歌のテーマが重くてもそれほど悲劇的に聞こえないところが、強いて言えば長所でもあり短所でもあると言えます。愛鳩家としてもよく知られ、レース鳩の世界ではカリスマ的な存在でもある新沼謙治さん。2022年現在はレース鳩の飼育はしていないそうですが、ラジオ番組などの鳩特集ではゲストに招かれ、鳩の育成に関する知識を披露しています。鳩レースは鳩の帰巣本能を利用して行うレースで、レース鳩の帰巣本能の凄さを物語るエピソードがあります。新沼謙治さんはレース鳩飼育をやめるとき、鳩仲間のところに鳩を届けて、じゃあなと涙ながらに別れました。帰宅すると、届けたはずの鳩たちが自宅の屋根に戻ってきていたそうです。2019年夏に新沼謙治がツイッターのトレンドワード入りして以降、持ちなぜ長野の関連ワードで検索されるようになりました。原因はピン芸人の長野さんがアメトークで披露したネタにありました。そのネタのお題は餅を喉に詰まらせた新沼謙治というものです。嫁に来ないかのイントロとともに白いスーツ姿で登場した長野さんが、観客に勧められたお餅を食べて喉に詰まらせ歌えなくなるという内容でした。裸のお餅を本番中に差し出す観客がいるという不条理や、それを歌唱前に食べてしまう新沼謙治さん、さらに若い世代をターゲットにした番組でなぜ新沼謙治なのかというシュールさが大受けしたようで、ネット上でもチョイスが秀逸と反響を呼んだようです。バドミントンとレース鳩をこよなく愛し、バドミントン元世界女王とゴールインした新沼謙治さん、東北なまり丸出しの自然体な人柄はまさに永遠の好青年という感じです。東北なまりと朴訥とした風貌で、70年代後半から大人気を博した演歌歌手の新沼謙治さん。趣味のバドミントンが縁となり、元バドミントン選手とゴールインしました。1976年の「嫁に来ないか」で日本レコード大賞新人賞に輝いて紅白歌合戦初出場を果たしてから13年連続出場の常連組だった新沼謙治さん。しかしその後は目立った活躍が見られなくなっていました。そんな中、2012年11月にリリースしたシングルのカップリング、ふるさとは今も変わらずが再び注目を集めることになります。東日本大震災による津波で大きな被害を受けた故郷、岩手県大船渡市の復興を祈る会心の自作曲です。同曲は合唱曲としても人気を呼び、オリコンチャートでは実に36年ぶりにトップ30入りを果たします。ジャケットはデビュー当時から親交のある横尾忠則さん、コーラスには母校の大船渡市立第一中学校の生徒が参加しています。元バドミントン選手だった嫁の広江、旧名広江さんが生前よく言っていた、勝ち負けがはっきりしているスポーツと違い
あなたの仕事には周りの力も大切という言葉をかみしめたそうです。新沼謙治さんは1956年2月27日生まれで、2022年に66歳を迎えます。1986年に結婚した嫁広江さんは1948年11月15日生まれで、8歳年上の姉さん女房でした。バドミントンの元世界女王です。結婚時にはすでに現役を引退しており、バドミントン好きの新沼さんを大船渡市で指導したのが縁となりました。結婚から25年後の2011年9月7日、広江さんが癌のため都内の病院で62歳で息を引き取った時、新沼謙治さんは山形県で震災のチャリティー公演を行っていたため看取ることができなかったそうです。広江さんは2004年に乳がんが発覚し、手術を受けた過去がありました。その後2010年に悪性の腫瘍が見つかり、さまざまな部位に転移したようです。死因は甲状腺がんとも肺がんとも言われています。広江さんは由紀広江として1970年代を中心にバドミントン界で一時代を築いた名選手です。日本女子体育大学2年生だった1969年、世界一のバックハンドと呼ばれる高度なテクニックを武器に、当時の女子バドミントン最高峰の全英選手権シングルスを制覇しました。同大会では4度の優勝を飾っています。名プレイヤーを物語るエピソードがあります。バルセロナ五輪に出場した陣内貴美子さんが小学生時代に広江さんの練習試合を見学した時のこと、広江さんがアウトと判断して見送ったシャトルが2度続けてインになりました。首をかしげながら試合を続ける広江さん、同じことが3回起きた時、コートの広さを測るように主審に要求したのです。計測してみると5センチほど広いことが判明しました。後年陣内さんがこの体験をご本人に伝えると、コートの広さは体が覚えているからという言葉が返ってきたのだそうです。バドミントンの世界チャンピオンと演歌歌手という珍しい組み合わせの夫婦ですが、新沼謙治さんにはバドミントンという意外な特技がありました。バドミントンに夢中になったのは中学卒業後だったそうです。現在はバドミントンクラブの主催者でもあり、30代から80代のメンバーがいるそうです。夫妻は一男一女を授かりました。第一子の娘は文奈さん、第二子の息子は翔太さん。生年月日は明らかになっていませんが、新沼謙治さんが2012年7月の徹子の部屋出演した時点で26歳と24歳だったことが分かりました。翔太さんは2011年5月のチャリティーコンサートに特別出演しており、父のヒット曲嫁に来ないかを披露しています。そのステージは広江さんも見に来ていたそうです。一時期は父と同じ歌手を目指していたとのことですが、2022年時点で介護の仕事をしており、父と二人暮らしであることが判明しています。文それさんはすでに結婚しており、2017年3月には新沼謙治さんにとっての初孫も誕生したそうです。故郷の大船渡市に南無広江観音を建立したのも広江さんを悼む心の表れと言えるでしょう。演歌歌手でありながら、黄色い声援が飛び交うほどアイドル的な人気を集めていた新沼謙治さん、アイドル顔負けの演歌歌手といえば演歌界のプリンスこと氷川きよしさんが第一号ですが、本当の元祖は新沼謙治さんだったかもしれません。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。